こんにちは、大泉洋です。映画新解釈三国志ではポスタービジュアルクリエイティブ合戦を実施いたします。このキャンペーンではなんとですね、劉備の写真を無料開放しちゃいます。無料で、あなただけのアイデアで新解釈なビジュアルを作ってください。応募してくれた方には素敵な商品も当たりますので、詳細は映画公式ホームページをご確認ください。皆さんからのご応募をお待ちしております。いや、いいんですけど、私はこれ肖像権のお金といただけるんですよね。無料で開放しちゃいますって言って、私の写真ですよね、劉備って。本物の劉備の写真なんかないでしょ、私でしょ。で、私の写真は無料で開放して、そして景品もあげるんですか。私はお金もらえるんですよね。まあ、そこはね、事務所としっかり。無料で開放しちゃいますってびっくりマーク2つもつけて嬉しそうにしてますけど、こっちは私の写真を好きに使ってくださいってことでしょう。大丈夫なんですか、これ。うちの事務所的にもういいですけどね。なんか商品もくれるっつってっけど、私にも何かくださいね。私の写真なんだから、あんまり変なの作っちゃダメよ。かっこいいやつね。行くぜみんな、出陣じゃ。みんながこれを待っていた、天下無双のエンタメ超大作誕生。待ち取れ、出直せ、絶対許さんぞ。80万の軍勢に3万で立ち向かえ、どう見ても負けるでしょうよ。新解釈三国志、ネバギバ。うるせえわ、うるせえわ。